今日1回目の食事、そう、ね、今日深夜にアイス食べたから、深夜4時に。だからまあ2度目ですね。箸の持ち方とかちょっと何も言わないでください。美味しいですね。15分くらいします。あとパインの盛り合わせとか書いてますが、キウイが入ってます。みんなは今日何食べましたか？グレープフルーツ嫌い。苦くないですか、グレープフルーツって。オレンジ、うん、ラーメン、ラーメン好きじゃないな。この前も話したね。苦いよね。アボカドバーガーいいね。魚のフライ。これ謎、何のアングルって感じじゃない。どこの手配信したの。マネージャーさんのお部屋で。ASMR 絶対嫌、絶対嫌。デゾックス可愛くない？ディーゼル、パーカーもあってさ、これパーカーもさ、読み方さ、気に入ったらもうさ、デザイン気に入ったら普通にもう色地で買うような人やからさ、可愛すぎてパーカーも買おうかと思ったけどやめました。巨人のユニフォーム、ん？そうなんや。ウサギ好きですか？ウサギ大好き。ウサギのさ、なんか YouTube でウサちゃんの動画載せてる、チャンネル登録してるんですけど、マジで可愛くて、本当に可愛い。ウサギってね、嬉しかったらブーって鳴くんですよ。知ってました？めっちゃ可愛くない？ロップイヤーとネザーランド、どっちが好き？あの垂れてない方が好き。何これ、
レナちゃんって呼ぶ人おらんくない？七歩くらいしか。聞こえてます？七歩の声。レナちゃんってネズミ見たことありますか？なんかおるくない？道路によく。公園行ったよ。ありがとう。みんな配信見てくれましたか？タヌキの動画。タヌキ。そう、この前ね、あのこれもがめで話したんですけど、ショールームでも話したっけ？なんか夜歩いとったら、普通にさ野良猫いんなと思って2匹寄って、野良猫いんなと思ってちょっと、まあ、近づくやん。ほんだタヌキやって、もう普通に野良猫やと思って行ったら、なんか様子おかしくて、なんか尻尾丸いし、顔なんか猫じゃないし、タヌキやったんすよね。でもさ、そんなさタヌキなんか見たことないから、都会で大阪でそんなことあると思って動画撮って、お姉ちゃんに送って、タヌキなんだけどっつって猫かと思ったらタヌキなんだけどっつって送って、尻尾はシマ模様でした。え、シマ模様じゃなかった。だからさ、なんかなんちゃらグマみたいなやつ、あの危険なやつ、凶暴なやつ、あれではない。そう、マジタヌキなんだけどつってタヌキいました。山口ではよくあの車乗っとう時に道路におったりはしたけど、だからさ、これ電話した方がいいんかなと思って、なんか動物保護の人に、まあしてないんですけど、びっくりした。タヌキって凶暴なんかな。ねえ、めずいよね。電話されてもね。エクステですか？地毛。野良でウサギを見た時に一瞬時と、なんで？でもさ、ウサギあのよくさ見るさ、可愛らしいウサギ想像してさ、何やっけ、穴ウサギやっけ、見たらビビるようなほんまにウサギってなるくない？昼公演からメイク変えた。変えてないかな。なんかメイク直しとかほぼせんのよな。リップくらいしか落ちないから汗かかんから。コウモリ見たことありますか？え、死ぬほどあるよ。
え、めっちゃ悪くない？コウモリって普通に。でも大阪では見たことないかも。天王寺の動物園は行きますか？一回行ったことあるかな。カエルは触りますか？無理っすね。なんかな、小学生、小4くらいの時にな、学校の帰り道に普通に帰ってて、友達と。で、なんか年下の男の子がカエル持ってミカナの背中の中にいたんすよ、服の。マジでそれが、マジでそれでマジで無理になった。まあそれまでも別に好きではなかったけどさ、マジその時もうちょっと背中から吐きそうになった。背中が吐きそうになった。もうそれでマジ無理だった。やばくない？マジ小学生ってほんまにやばい。何するか分からんからさ。やばいよね。普通に考えたら、今思ったらほんまにやばいなって。やばいことされて。だからもう背中が、もう背中の皮膚の中から吐きそうになった。カエルの方もパニック。確かにカエルの方がパニックやな。カエルの方がトラウマ。確かに。カブトムシとか好き？好きとかない。ちょっとカブトムシとはあのあれですね、関わりがない人生でした。ミカナのキャンディー楽しみに見に行った。じゃあ違う公園やった。そう、キャンディーは告白の空砲なのでね。ミカナみたいな遅れ毛作りとか。遅れ毛？ここの、ここからちょっと長いの取って、ここから長いの取って巻いたらできます。公園楽しかった。よかった、ありがとう。また来てください。楽しかったね。めっちゃ汗かいた。ってことでランキング見ます。13位浅草さん、12位トップ T の大久保さん、11位くやたかさん、10位直行さん、9位エレンちゃん、8位赤子さん、7位ほうさん、6位かみゆさん、5位みかな大好きさん、4位ゆうさん、3位元気さん、
2ゴンちゃんさん、1ひさとさん、ありがとうございます。今日ね2回もやっちゃってありがとうございました。じゃあねー。